茨城県外出身の有名人に茨城の美味しいドリンクをお取り寄せ。美味しいドリンク、なんだろう、今の時期だとブドウとかですかね。じゃあオープン、あ、青汁だ。え、取れたてすり絞り製法プレミアム有機青汁プレミアム、なんかすごそうじゃないですか。こちらを手掛けているのはつくば市にあるベルファームつくば。自分たちで青汁の原料であるケールを栽培加工しているんだって。自慢の一品、こだわりはどこですか？オーガニック農法で元気な野菜を作って、でできた野菜をですね、2時間でジュースにしてるんですね。できる限り風味の破壊を抑えた製法で作っております。ぜひ飲んでみてください。ではいただきます。うわ、すごい、ケールガツンときますね。奥にね、甘さがあって、これかなり飲みやすいと思いますよ。あとなんかヨーグルトとか混ぜてちょっとスムージーにしてみたり、これ美味しいです。他には人参やスイカのジュースも美味しいし、名産地鉾田のメロンを使ったジュースも人気なんだよね。うわ、すごい、メロンそのままいただいている感じですね。もうメロンの風味とか旨味がもうダイレクトにくる。まさに絞りたて、この味わいは格別ですよ。ふるさと納税の返礼品にもなっているから一度ご賞味あれ。魅力を知って茨城推しに。詳しい情報はサイトをチェック。